今週は楽しいゲームを中心にお送りします。でもさ、スタジオにさ、入ったらこんがり虫で見せるんだもんね。サンゴのヤリムなんてさ、透明ですっごい可愛いんだもんね。それだし食事も最高ね。星もすごい綺麗なんだもんね。ロマンチックなんだよね。あきらちゃん聞いた今の。頭にくるわね。ただじゃおかないからね。あんま怒らせたらまずいから、うん、今日はね、あのゲーム、あっち向いてほい、落としっこゲーム。やる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 。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あっち向いてほい、じゃんけんぽい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 、あいこでしょ、あっち向いてほい、キャンディーの3人娘はそれぞれ自慢の水着を持ち寄って隣をチラリ。私の方が勝ったわ。だって3人ともぴったりに合ってますよ。夏の海にバッチリ、サマーホリデー。みんなで撮った写真の中で必ずあの子、あなたの隣に、忘れないでね。腕力でもったらゴールについた方が勝ちというレースなんですけども、お、両者互角に渡り合っていますが、やや秀美が有利か。お、笑顔で進んでいますね。秀美ちゃん有利ですね。後ろ気にしていますがどんどん進んでいます。すごいですね。さすが剛腕、体力の持ち主といったところで運動神経の良さでしょうか。すごいですね、独走ですね。由美ちゃんどうしたんでしょうか。後ろで悲鳴を上げていますけれど、どうしましたか。やったね。ピースピースはいいが、ピースはー危ないですね。さあ由美ちゃん笑顔でゴールインしようとしていますが、どうでしょう。ゆっくりと越えていますね。お、負けた悔しさに秀美ちゃんぶつけようとしています。ゴーン。はい、ということで、このレースはひでみちゃんの勝ち。はい、1ゲーム目はね、ゆみちゃん惜しかったですね。ひでみちゃんの勝ちでした。はい、やったね。なんかコツでもあるんですか。いや、別にないですけど、でもね、あれをね、うん、あの気をつけてね、やらないと違うから、こう。あー、なるほど、うん、あ、先祖がそうだった。そう、あ、なるほど。はい、じゃあ次には第2ゲームとしてキャンディーとジュリーで行ってみたいと思います。はい、第2レースはオレンジシスターズのキャンディー対ジュリーです。お、早速ぶつけてますね。来た。おっと、オールで顔に攻撃しました。すごいですね。おっと、2人ともなかなかすみませんが、おっとおっとおっ と、ジュリーちゃん頑張ってますね。もう笑ってないで一生懸命やってくださいね。あーっと、キャンディーちゃんがすごい、さすがさすが長い分だけ手が長い。
すごい進みますね。ああ、あっという間に着きましたね。キャンディーの勝ちですか。お、ユニーちゃんゆっくり進みます。お、これまた吹き落とせる。あー、危ないですね。女の子は怖い。ということでキャンディーちゃんの勝ちでした。アーチェリーです、はい、ここに2本ずつ矢があります、はい、これを向こうの的に当てまして、その得点で競います。まずはひでみちゃんから。はい、第2ゲームはアーチェリーです。なんとひでみちゃんもサンディも初挑戦。はい、ひでみちゃんですね。第1発目はおっと、お見事、すごいですね。もうピース、ほんと。第2発目はどうでしょうね、ひでみちゃんね。どうか、当たれ。個人的に応援してますけど外れました。もう力みすぎですね、ひでみちゃん。はい、次はオレンジシスターズのサンディです。バストの大きさでなんとかね、もう当ててもらいたいものなんですけども、どうでしょうかね。うん、おー、ダメですね。ちょっと惜しかったですね。いまいちですね。2本目も当てます。はい、2本目はどうでしょうか。あ、顔がひつってるか。ガッガッ、なんだ、枠に当たってしまった。大外れ。でも2人ともね、すごいいい線してましたね。まずサンディちゃんがここ惜しかったね。惜しいよ。ひでみちゃんがこの黒いところ、はい、というわけでひでみちゃんの勝ち。おめでとう。おめでとうございました。リハーサルではこっち赤に当たったんですね。リハーサルでは3位だったんですね。